こんにちは。いつも横田めぐみさんをはじめ、拉致被害者救出のためにお祈りを心から感謝いたします。私は牧師の福沢牧人と申します。横田早紀江さんを応援し続けられている兄弟姉妹たちと共に、月に一度、東京都中野区にあります、命の言葉社のチャペルをお借りして、横田早紀江さんと祈り会を持っています。 横田さんの体調の様子を見ながら年に1、2度拡大祈祷会という大きめの祈り会を持っております。今回は昨年11月に行われた横田早紀恵さんを囲む拡大祈祷会についてのプレイズニュースをお伝えいたします。2023年11月23日、 第24回拡大祈祷会がお茶の水クリスチャンセンター8階チャペルで持たれました。中学生から5年配の方々まで約300名が集まりました。2023年1月に横田咲恵さんがご自宅で倒れられ、皆がとても心配しお祈りをしていました。この度横田さんは回復され、 お元気な姿で、この日も皆様への感謝と祈りの必要性を訴えられました。また、その日は特別に拉致被害者であり、24年ぶりに奇跡的に日本に戻られた蘇我瞳さんを新潟県佐渡からお迎えすることができました。蘇我瞳さんは1978年8月19歳の時、買い物中お母様ともに 北朝鮮の工作員に拉致されました。気の遠くなるような長い期間、北朝鮮での厳しい生活を強いられました。しかし、2002年小泉内閣時期、24年ぶりに日本に帰国することができました。一緒に連れ去られたお母様の蘇我美義さんについては、北朝鮮側からは拉致しておらず、日本にいると言われ続けていたので、ひとみさんは 母との再会を夢見て北朝鮮で頑張って来られました。しかし、いざ日本に帰国してみると、あれだけ会いたかったお母様がおられず、日本政府からはお母さんは北朝鮮に拉致されて日本に戻ってきていないということを知らされました。蘇我瞳さんは過去のインタビューで自分が日本に帰ってこれた喜びよりも、 お母さんがが日本にいなかった悲しみののショックの方曽我ひとみさんは北朝鮮に連れて行かれた後すぐに横田めぐみさんと約1年半共同生活をされていました横田めぐみさんと共に生活された曽我ひとみさんと横田早紀江さんの貴重な対談の時間になりました曽我ひとみさんは突然襲った人生の恐怖の時間の中で 横田めぐみさんがいたことがどれだけ慰めであったかを話されました。一緒に料理をし、日本の歌を歌い、散歩をしたりして励まし合ったそうです。めぐみさんはご両親の優しさを蘇我さんによく話していたそうです。特にお母さんがいかに優しく素敵な母であること、可愛い双子の弟がいることを話していたそうです。蘇我ひとみさんが 結婚されることになり2人の生活が終わるときめぐみさんは自分が拉致されたときに持っていた赤いスポーツバッグを曽我さんにプレゼントされたそうです曽我さんはよくそのバッグを持ち歩きもしめぐみさんがそのバッグを持っている曽我さんを見つけたら私は元気でやっているわというサインにしたそうです横田早紀江さんによるとそのバッグを親子で買いに行った日 めぐみさんは赤いバッグが可愛いからではなく、自分にもし何かあったら、赤いバッグだと目立つからと、その色を選んだそうです。拉致被害者の娘を祈りながら待ち続ける母、横田沙恵さん。そして自分も拉致被害者であり、今も母の帰りを待ち続ける娘、蘇我みさんの貴重なお話に、改修一同が多くのことを考えさせられました。私たちも日本から、 めぐみさんや曽我ひとみさんのお母様そして多くの拉致被害者の方々に日本は皆さんを決して忘れていませんというメッセージを送り続け熱心に祈っていこうと誓い熱い祈りの時を持ちました毎月持たれている横田早紀江さんを囲む祈り会は第3木曜日13時30分から「命の言葉社」2階チャペルで行われています ぜひいらして共にお祈りしてくだされば幸いです。今後も皆様のお祈りをよろしくお願いいたします。以上、東京都から牧師の福沢真希人がレポートいたしました。